テクノロジーというよりかはサイエンスの力に頼った掃除になります。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いや今日も暑いですね。なんかこうすっきりしたい気分です今で、僕の場合ですね、すっきりしたい時に何をするかっていうとですね、掃除でございます。まあ物理的にもすっきりしますし、気持ち的にもすっきりします。ミニマリストやってるんでしょ、掃除どうしてんのってよく聞かれるんで、今回ちょっと僕自身すっきりしがてら僕の掃除をシェアしながらっていう感じでですね、今回ちょっとやっていこうと思います。で、まあそもそも掃除って何かってことなんですけど、僕の中でですね、掃除というのはまあ2つあると思ってまして、1つが無駄なものを捨てていく、物を捨てていく、汚れを落とすっていう意味でのその物理的にこう不要なもの、無駄なものを捨てていく、排除していく、処分をしていくってものがまずあると思います。で、2つ目にその綺麗になったものをさらに、まあ、気持ちよくしていくというか、まあ、磨いていったりとか整理整頓していったり、まあ、そういったものがあると思います。で、僕自身ですね、もうミニマリストとして物、無駄なものっていうのはもうない状態なので、あとは整理整頓であったりとか、あとはその磨いていく方向になるんですけど、なので今からお見せする動画はそのまあ断捨離ですとか、その汚れを落とす系ではなくですね、単純に掃除が趣味になった男の掃除みたいな、はい、だからそんな感じですね。もしかしたらあんまり参考にならないとは思うんですけども、ああこういう変態的などうすぎた人もいるんだなみたいな、まあそういう感じでですね、もう本当にゆるーく見ていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。で、ちょっとここで諸注意なんですけども、まあ、一応この動画はですね、お掃除動画になります。なので、もしかしたらあなたにとっての、ポッになる存在がですね、映っちゃって、そういうのを見ちゃって、ドン引きしましたとか、って思ったらですね、ぜひ、グッドボタンをお願いします。はい、これがですね、僕が、普段お掃除で使っている道具になります。はい、これがカビキラーで、これが病院でも使われているエタノール。で、これが、業務用で使われているスーパーワックスと呼ばれるものです。で、あれ掃除機ないのって思うかもしれないんですけど、僕はですね、掃除機はあるんですけど、こういったものを使うっていうのはめんどくさい場合だけ使うようにします。で、僕の掃除はですね、科学の力にはもちろん頼ってるんですけど、どっちかというとテクノロジーというよりかはサイエンスの力に頼った掃除になります。僕がまず掃除をするところはですね、このトイレになります。で、トイレとか汚いじゃんとかですね、思う方いらっしゃると思うんですけども、僕ん家の中ではトイレが一番実は綺麗なんです。で、実際ですね、トイレをこの雑巾で拭いたとしてもほとんど汚れがつかないです。なので僕の中ではこのトイレが一番綺麗っていう扱いになってます。はい、無水エタノールで掃除していきます。この時点でもうだいぶ心がすっきりしてます。めちゃくちゃ気持ちいいです。まあ、あとはこういった上のところですね、ほこりを取って、ほこりを取って、ほこりを取って、ここもですね。はい、で次はデスク周りを掃除します。はい、またまたスッキリしました。いやー、それにしても今日も暑いっすね。ちょっと今汗が出てます。今ダクダクです。はい、続いて台所にやってきました。で、ここでポイントなんですけど、僕の掃除はですね、上から下に行くんです。
で、まあさっきのトイレはまあ一番綺麗なところなので、でトイレは僕ん家の中で一番綺麗なのでいいんですけど、基本的にですね、まあ先ほどの机ですとか、まあこういう上を掃除した後に床を磨くっていう、そういう順番になります。で、最後にシンクの、まあちょっとしたヌメヌメも、取るために、これを。はい、これでさらにスッキリしました。はい、床以外の、上の部分の、そのホコリ取りっていうのは終わったので、今からですね、メインの床磨きに入りたいと思います。メインの床を磨くときはですね、これが登場します。これ Amazon で一番レビューの多かった、業務用ワックス、リンクはあの概要欄に貼っておきます。正直ここが一番運動量を使うというか、この床磨きでめっちゃ汗かくんですよね。床は終わりです。一応ワックスかけたばっかなんで本当は歩いちゃいけないんですけど、まあそこら辺はあんまり気にせず、でも見てください、この鏡面見この感じですよ。これはもう超スッキリみたいな。最後にですね、やるのが一番汚いところ、まあこの玄関でございます。まあ土足で上がってくるところなので、この玄関が一番汚いというふうに今感じて、この玄関が最後に掃除します。はい、超綺麗。この玄関も鏡面磨きになってます。で、最後の最後で僕がやることはですね、普段使っているこの2つですね、常にこう道、普通の道路の地面に接してる、まあ一番汚いところなので、これもですね、しっかりと磨いて汚れを取ります。はい、これでスーツケースもまた綺麗になりました。はい、という感じですね、掃除が終わりました。まあこんな感じでですね、僕は掃除をします。で、床磨くとですね、ものすごいいい運動になるんですよ。赤ちゃんのハイハイみたいな感じになるので、ものすごい運動になります。地面の光沢と同じぐらいですね、この首筋に光沢が現れちゃってますけども、はい、まあそんな感じでめちゃくちゃスッキリします。どうですか、床綺麗でしょう。はい、あ、まあ今日の動画はあんまり参考にならなかったのはわからないんですけども、はい、もし面白かったですとか、他の動画を見てみたいっていうのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。よいしょー、熱い、シャワー浴びなきゃ、シャワー。